はい、ベースボールカフェキャン中世ザボでございます。本日はレジェンド語り第6弾城島健二を語っていきたいと思います。本日のお相手はジャンコさんです。ジャンコさん、自己紹介お願いします。はい、以前ルーターズという番組によく出させていただいて、今はですね、ホークスファンではあったんですけども、そこまで深くは今追ってない、ザボさんと同い年の、福岡出身、ジャンコさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、元ホークスファンとおっしゃられましたけれども、以前、この番組に出ていただいた時がですね、はい、パリーグだよ全員集合という企画にご参加いただきました。そうですね、まだ調子に乗ってた時ですね、ホークスファンホークスファンというかホークス担当としてですね。これが去年の3月20日でした、うん、で印象に残っているのが、この調子に乗っているホークスをやっつけてくれる球団が出てきたら嬉しいですという話を最後に締めてくださいましたね。はい、そうですね、はい、昨年は4位といたらしいでしたっけ。うん、ね、4位、なんか要因がありましたでしょうかね、4位になった。まあ、怪我が第一でしょうね。パリーグファンじゃない方からしてみたらどれだけ怪我してるのかわかんないでしょうけど、うん、ざっくりで、先発の千賀はシーズン出遅れ、ピッチャー陣と森が、ほとんど使えない、モイネロも怪我だからもう、うん、先発の柱と8回9回の抑えがいない、ほぼいない、うん、外人については、4番打ってた、グラシアスが、もうほぼ全休のような状況になる、うん、ピッチャーもレイという投手がいたんですけれども、これが、はい、家庭の事情で途中で帰ると。あはははは。で周東は、肩の、なんか手術で、もうほぼ、うん、後半戦ぐらいからは出ておらず、うんうんうん、みたいなですね、本当数えたらどれだけいるんだろうというような形の怪我と、あと巷に言われてるのが要は国防、うん、はい、工藤、はい、今日も工藤のラストシーズンでは多分もうほぼほぼチーム全体として感じてたんでしょうけど、うん、その国防と平石のなんとなくトロイカ体制になってたけど、そこら辺がこううまく、選手も顔色を伺ったりとかあった部分はもしかしたら戸惑いみたいなのもあったのかもしれないですね。まあ、なるほどな、うん、まあ、じゃああれですかね、やっつけたという印象だしに、こう自滅の感があってですか。まあね、4連覇もして、うん、ポストシーズンもずっとやっておけば、疲労も蓄積されるでしょうし、基本的に同じメンバーで戦ってきた工藤ホークスでしたので、うんうん、まあ自滅というか、うん、まあそれも含めて野球ですからね。そうですね、うんうん、まあまあざっくり負けたけど、ただですね、うん、今年のホークスファンかながまだそれは自滅であってやられてないっていう感覚は多分持ってるはずなの で、ね、まだそんなに鼻はへし折られてないんじゃないかな。なるほどね、はい、その中で新監督藤本監督に代わりましてね、先日官庁で出させてもらった時もですよ、北のハムの監督はすごい目立ってるんだけど、ホークスの方は全然目立たないんですみたいな話を聞かせてもらったんですけども、うんうん、ジェコさんから藤本監督どう映るんですか。まあ、今のその何ですかね、黄金期がもうすぐ終わる時期において、チームの活性化をしたい時の、1軍2軍3軍全部知ってる人はじゃあ誰だってなった時には藤本なので、うん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 、まあ適任じゃないですかね。おそらく2年ぐらいはさせる予定ではないかなと、うんうん、なるほど。はい、新たな地盤を作って、そうですね、奥保さんに渡すといったイメージでしょうか。やっぱそれを描いてるんだとは思いますね、うん、できるかどうかっていうのは、まあ、うん、これからね、奥保がその今の若い人に受け入れられるかとか、うん、そういったところね、プレッシャーをあんま与えない監督が好まれる、こう
中で、そうですね、ここが結構口やかましいですからね。なるほどね。それがどう、こう、ハレーションを生まないかっていうのは、出てくるんじゃないですかね。うん、ああ、なるほど。はい。うん、そんな国防さんとですね、一時代を築いた本日の城島健二さんと一緒にしていきたいと思いますよ。はい、はい。はい。昨日第5弾を撮らせてもらって、これは高橋義彦でした。で、続く第6弾は城島健二と。はい、いった形になってございます、うん。ちなみに第1弾から振り返っていくと、第1弾が大曽田春でストーンコールさんゲスト、ほうほう、第2弾が野茂英雄で松岸さんがゲスト、うん、第3弾が田淵光一さんで、マックスさんがゲストでした。第4回が荒木大輔さんでケンケンさんがゲストでした。で、昨日が高橋よしこでバオバブさんといったところで、第6弾、うん、ジャンコさん、城島さんでした、はい、いった回でございます。一つよろしくお願いします。お願いします。はい、番組冒頭でもジャンコさん言ってくださいましたけども、僕とジャンコさんは昭和51年生まれで同級生なんですけども、城島健二も同級生でございまして、はい、そうですね、うん、昭和51年現在45歳ぐらいの我々、はい、他の有名プロ野球選手で言いますと、相川亮次さん、赤星、ははうん、赤星、それから新井のお兄ちゃんのですね、あと三郎、うん、近所が里崎、ホークスでいうと篠原、田村選手もいましたね、あと二岡智弘なんかもいました、はい、この辺りが世代なんですよね、うんうん、あと我々こうポッドキャストで喋ってる人間でいうと、最近はそんなことないのかな、あ、まず新旧さんは元気ですね、あとワイルドカープさんも元気ですね、うんうん、太ってますね。あと、お父さんも今日は久しぶりにあれが上がったのか、ダメ元は、ダメ元上がってましたね、うん、まだちょっと確認してないですけど、また確認させていただくと思います。あと、ホークスだと北九州さん、これも同級生ですよね。昨日だっけな、JNN なんとかっていうね、島根県の沖ノ島を特集した番組がありまして、ああ、なんか、ポツポツ SNS に上がってましたね。上がってましたね。うん、はい。だから、本田さんの会社も多分映ってたんじゃないかっていう話もありました。ね、うんうん、まだあの録画してて、まだ聞いてないんですけどね、うんうん、あの見てないんですけどね、ま、TVer でも上がってるみたいですからね。TVer でも上がってますか。あ、そうなんだ。うん、はい、ぜひまた、島根県沖ノ島。特集ですのでぜひ見ていただき青山さんも出てらっしゃいました、はい、みたいですね、はい、ね、ぜひぜひと思います、はい、でこれをですね、実は千年さんにも許可もらってるんですけど、うん、千年のお部屋でずいぶん前に昭和51年組という配信をされて、ジャンコさんも出らっしゃいましたね、うん、最後ちょろっと出たぐらいですね、はいはい、あ、最後ちょろっとでしたっけね、あ、うん、もうアーカイブで探せないんです、ポッドキャストからは。でも僕音声持ってんで、はいはい、あのこの後この番組の進行台本アップするんですけど、そこに音声ファイル上げて乗っけていいですかって青年さんに確認したら、ぜひともよろしくお願いします、ぜひともお願いしてはい、千年の部屋第92回、はい、花の昭和51年組のその1とその2、そして千年の隠し部屋からオフトーク1本、全部で3本はいアップします。はい。はい、懐かしいですね。ね、もうポッドキャストでは検索できないやつでございます。もしよろしければノートからザボのタブンダブンというノートからぜひダウンロードして聞いてみてくださいというふうに思います。はい。では本編入っていきたいと思うんですけども、はい。はい、まずジャンコさんにとって城島健二選手はどんなイメージの選手だったんでしょうね。僕個人でもあります。うん、多分ホークスファン、うん、まあこのあの時代を生きた大英ホークスファンというものを追いかけた人間からすると、ええ、まあロマン、夢、祈りの対象、うん、もうすべてですね。祈りの対象すべて。はいはい。要は大貞治が95年に監督になった年のドラフト1位ですよ。はいはいはい。そうで、駒沢に行く予定だったのをひっくり返して、うん、はい、まあ、そのおかげでドラフト4位かな3位かなの本間っていう選手をホークスは取って、長く囲ってたっていうような、はい、まあ、歴史もあるんですけれども、本間選手を囲ってた意味っていうのはその駒沢の選手だったってことなんですか。そうです、ごめんなさい獲得ですね。あ、ごめんなさい獲得なんですか、うん、そうなんだ、そうひっくり返しちゃいましたっていうごめんなさい獲得で本間を取って、まあ悪い選手じゃなかったですけど、うん、まあ、長く在籍してもらったっていう
なるほど。まあ、フォークソンからすると、まあ、バーター的な。バーター。そうですか。まあ、そこまでしてでも、取りたかった、ジョージ・マケンジですね。なるほど、ね。で、うん、まあ、今でさえね、ソフトバンクファンは、もう強いフォークスしか見てないでしょうけど、僕らからしてみると、もう弱い、象徴みたいな。で、前年に根本さんが監督になって、オールスター前まで A クラスとか1位とかだったのかな、こんなに野球楽しいのかと。でもやっぱり後半戦負け込んで、結局4位か5位かに終わって、翌年のホークスのドラフト1位。そう。で、まあ、あね、もう水谷さんご存知だと思うんですけど、鼻っ端の強い生意気そうな選手じゃないですか。目鼻立ちが大きいので、ね、そう、迫力がありますよね、体もでかいしね。で、強打のキャッチャーというところで、まあまあ、でもその触れ込みっていうのはね、ドラフトではよく聞くんですけど、確か1年目に3割を打ったぐらい、打ってるという情報を聞くにあたり、これは本当に大木監督と一緒にこうチームを変えてくれるんじゃないかなと、うん、いうのを非常に期待したのを覚えてますね。なるほどね。あ、うん、はい、じゃあ、そんな城島健二さん、ちょっとまずプロフィールを振り返っていきますけれども、はい、1976年6月5日生まれ、現在45歳でございますと。右投げ右打ちで、キャッチャーあるいは一塁手も守ったことありますね、うん、身長182センチ89キロといった大柄でございます、ね、先ほどもご紹介いただきました1994年のドラフトで入団と、その後2006年にシアトルマリナーズ海外移籍らします。2010年にタイガー、日本に帰ってきて阪神タイガース入団。2012年にはプロ野球現役引退といった形になってますと、はい、ね、で、そう、このレジェンド語りのシリーズは初めてこう代表歴なんていうのを発表させているんですけども、2004年にはアテネオリンピック、うん、アテネオリンピックですね、の銅メダル、それから2009年には WBC で世界一と達成してらっしゃる選手でございますと、はい、ね、いた選手、日米通算が1785試合出場の1837安打292本塁打打ってまして、残り100数本でね、110数本で2000本の達成だったんですけども、うん、後にも語るんですが、生涯一捕手を貫いてね、そこにこだわらず引退をしてしまうといった形になっておりますね、はい、ね、で、城島健二選手のプレースタイル、強肩強打のキャッチャーですとね、うん、その肩の強さから、ね、座りながら一塁二塁への牽制球送球をしてたような選手でございましたね。これ結構肩痛める要因なんですね。そうですね、うん、無理な投げ方っていう意味もあると思うんですけどね。ちょっと流行ってましたね、その時ロッテのディアスかなんかもやってませんでしたっけ。やってましたね、ディアスキャッチャーをやってましたもんね。そう、はい、肩の強さはね、メジャーでもこれを披露するわけでございます。はい、うん、その肩の強さから乗馬ズーカと言って恐れられたもんですね。カイキャノンの初代のようなもんですかね。そうでしょう ね、なんか そんなイメージないですけどね。そんな、あ、本当ですか。うん、うん、はい、はい、キャッチャーとしてリードは、投手へのリードは大体不敵でした。強気のリードが売りで、MLB の投手陣からは不評を買ったこともありましたと。あんま合わんかったですかね、メジャーリーグではね。うん、そうでしょうね。打撃は長距離砲と言えるでしょう、ね、内角低めの球が得意でしたと、完全なボール球のすくい上げてスタンドにさせるパワーがありましたと、守備は 3S、 これはおなじみですよね。うん、そうですね、ご自分、城島健二さんがメインの釣り番組、テレビなのかな、でもラジオでもあったのかな、釣り人としてもね、その界隈では 評価も非常に高かったいうふうに思います。2000年にはタレントの女性と結婚されて、その記者会見は、福岡放送、明太ワイドで生放送されましたというふうにメモしてます。
明太ワイドっていうのは結構有名な番組なんですか？FBS だからこっちで、全国的に言うと日テレの夕方4時ぐらいから6時、うん、7時ぐらいまである番組ですね。地方の、はい、地方の、あの、情報番組みたいなもんですか？そうですね。なるほどなるほど。はい。いうことですね。そんな地元で強く愛されたジョージ・マケンジさんでございます。うん、はい。ドラフトの経緯の話でも、王さんの話も出てきましたが、とりあえず4歳の頃にね、王さんの引退試合のでの挨拶をしている VTR を見てプロ野球選手に憧れた城島翔也だそうですね。で、中3の時プロの OB の野球教室で王さんに初めて会ったそうですよ、うん、で、褒められたそうなんですよ。で、うん、大きくなったらジャイアンツ来いよって言われたんですって、うんうんうん、だから、何でしょうね、まだアマチュアの学生の時の城島少年はジャイアンツを目指してという流れだったそうなんですけども、うん、ドラフトでは大英に指名をされるわけです、うん、先ほども言われたように駒澤大学入学の予定がありましたけれどもね、うん、プロ入りが本意であると読んだ大英の根本さん、取締役専務になるのかな、うん、強行指名で、次の年から王さんが次期監督なんだということもあり、一転してホークスに入りますと、はい、いった形で、ね、これをきっかけにプロ入り拒否の選手はドラフト会議で指名できたくなるルールに変わった、ね、そうですね、うん、そうですね、はい、で、日が経つにつれ今度はあれですか、あ、プロ志望届を出さないといけないというような、そんな流れになってくるわけですね、うん、そうですね、うん、そのドラフト、1990年のドラフトでの同期で言いますと、1位が城島、2位が斉藤貢、うん、3位が本間、先ほど言っていただきましたね、はい、で4位が藤井正雄という4名の指名でした、うん、はい、はい、で、まあ、城島が一番出世したんでしょうけど、この斉藤藤井ってジャンゴさんご存知でいらっしゃいます？うん、斉藤は中継ぎとか、うん、まあまあ、ぼちぼち、うん、ぼちぼち、ぼちぼち、はいはいはい、藤井についてはあれですよ、病気で亡くなられた、藤井ゲートの藤井さんですか、そう、ミレニアム対決の時に、うん、亡くなった選手っていうのは、なんとなく、ホークス側が持ってたっていうのは覚えてないですか、巨人ファンの方からすると。うん、なんかそんなんがあったような気もする。そう、あの工藤の大事、中継ぎで活躍してたんですけどね、本当に、シーズン中に確か病気で亡くなられたかな。そうですよね、うん、だからまだ、うん、今もあるのかな、ドームの中になんかモニュメントなんかこうあったりとかしてましたね、うん、確か。なるほどね、あ、うん、そうかそうか、佐賀の唐津かな、うん、唐津出身かな、佐賀。あ、そうですか、うん、うん、まあ、この4名がドラフトで入団という形になっています、はい、1年目の1995年、打撃では非凡なものを発揮するもワンバウンド捕球が苦手で、うん、だった、うん、城島選手、辰川、森、それから野村など名だたる名捕手からキャッチャーに向いてないと言われちゃいました。周囲もキャッチャーにこだわらなくてもという声が大きく上がってですね、一軍でも一塁選手として、一塁手として出場した機会もございました、うん、といった感じになってますね。まあ1年目からなかなかキャッチャーというのも大変なんでしょうけどね、それから開幕 1年目は開幕2軍のスタートも5月31日対オリックス戦で代打として初出場、7月9日には千葉ロッテ戦でヒルマンからプロ初安打、7月14日にはオリックス戦で捕手として初スタメンと、だからほぼほぼ即戦力の形で高卒からでも使っていってたみたいですね。まあね、その時のホークスなんてそんなにいい選手いないですしね、もう、うん、王冠と、まあまあ、去年その前の、まあ、小久保から取ってるんですけども、その前のドラフトで、だからそこからチームを切り替えないといけないという流れの、うん、要は小久保、城島、これがまあ、うん、ホークスファンでいうと、まあ、二大長男みたいな感じですよ、もう。なるほど。まあ、その後の松中とかそういったのは、もう次男、あくまでも。もうあくまでも小久保と城島。なるほど。はい。ああ、なるほどね。まあ、そういった流れで、これから強くなっていくんですけども。
1995年2年目です、96年2年目です2軍で英才教育受けるジョージマ選手、8月24日はウエスタン記録25本塁打を達成いたしました。はい、で9月3日以降から後半戦からはほぼほぼ全試合スタメン出場、9月10日、うん、近鉄戦久保康夫選手からプロ入り初本塁打と、このオフ吉武慎太郎選手とともにハワイウィンターリーグに派遣されるといらっしゃいます。城島のウィンターリーグ派遣って結構印象に僕は残ってて、ハワイでやってんだとこの時初めて知ったんですよね。お、うん、よう出してましたよ。確かその時国母も前年行ってますからね。多分そうでしたよね。確かに95年かなんかには行ってるから、いつまでかな、井口とかまで行ったのかな。なんか結構、プロスペクトの選手は2名3名ぐらいは毎年行ってるイメージでしたね。エリートコースみたいなイメージでしょう。そうですね多分。なるほど、はい、1997年開幕から1軍ですか。史上最年少21歳45日でオールスターファン投票保守部門で1位と、この年には3割8厘15本塁打と、プロ3年目から打撃成績でも台頭してきたわけですね。打てる星ってやっぱあれですよね、強い憧れありますもんね。そうですね、またその打ち方がなんていうんですかね、その、まとまってないというか、もう本当に無茶ぶりでフルスイングして持っていくみたいなところがまたこう気持ちよかったですね、見てて。単純に、これで3割も打ってますもんね。そうだから天才ですよ、本当に。そうですよね、打撃も含めて天才的なバッターだったというんでしょうかね、はい、あとはまだまだ若い21歳の彼ですけれども、ベテランの左右のエース工藤選手、それから武田選手、それから高知の若菜選手、あと他球団からトレードできた田村選手からアドバイス受けまして、キャッチャーとしても大きく成長していました。不動の正捕手になっていくことになりました。この流れで工藤公康さんからの公開説教というのはおなじみですねっていうようなことがあったですけども、先輩にも結構こう臆せずずけずけ言ってたよってね、よく聞くんですよ。臆せずどころじゃないですよ、来るなって言ってるのに部屋に行って、話を聞きに行くと、もうだからね、その才能云々あるんでしょうけど、城島をやっぱ知ってる僕らからすると、やっぱメンタルなんだな、プロ野球、プロの世界はっていうのは本当に感じさせる。最近かな、今年になって王さんの特別番組みたいなの、YouTube でも多分あるんですけど、王さんの特別番組、そうそう、TNC という、フジテレビ系列の番組が作ったんで、そこで久保と城島のインタビューがあるんですよ。インタビューというか対談、はい、そうで、こういうやつだったなと思うのが、よう怒られたもんね、俺らと久保と城島が言ってて城島が嬉しそうに、怒られたら怒られるだけ給料上がるんですもんっていうこの感覚ですよ。もう怒られてシュンとかなるんじゃなくて、それが仕事ですもんと、まあでもそういう感じはすごい見てる時からもしてましたね、だから本当に工藤からも来るなと、武田からももういいって言われてても行くと、で、あとはその、一番かつやっぱ若菜さんっていうのが、コーチだったっていうのが、若菜さん自身はその、城島を育ててくれっていうことでホークスに入ったんですけど、そうだったな。王さんはずっとお前が正捕手にならないとホークスは優勝できないって言ってきたんですけど、綺麗な面ばっかりじゃなくて、王さんってやっぱ負けず嫌いなんで、もうここ、城島をキャッチャーから下ろすっていうような場面も多々あったみたいなんですよ。あ、そうですか。その時に戦ったのがやっぱ若菜さんみたいで、それだったらもう俺が辞めると、ぐらいまで言って、やっぱり城島を守ったっていう。だから、ずけずけいいに行けて、吸収できる武田と工藤っていうのがいて、それでもやっぱり成長が、待てない場合は DH になったりとか一塁になったりとかっていうパターンが、首脳陣としては選択できるところを守ってくれた、若菜さん、ええ、
がいてと、で、まあ、サブにキャッチャーとして田村さんがいてっていうところで、まあ、本当理想的な環境だったんでしょうね。なるほどね。間違いなく。土壌も良かったと。うん。なるほどね。まあでもそれぐらい引きつけられてましたよ、僕らは。多分あの周りの選手、スタッフとかも含めてですけど。なるほど、チームスタッフも、ファンもそれだけ城島の未来に憧れを強く持ったということですね。そうですね。なるほどね。1998年になりますと打撃を徹底マークされている打率は2割5分1厘まで落としますが、チームは初めてこの年 A クラスに入ると板橋になっています。1999年の4月の30日はあの根本陸王さんが、ね、亡くなってしまったね、そうですね。でこれをきっかけに日本一をになるんだと強く願うようになったそうでございまして、1999年は全試合出場、打率は3割6厘、ホームラン17本、工藤との最優秀バッテリー賞を城島さん獲得します、このオフに工藤選手は巨人へ FA 移籍と、はい、だからですね、なんか工藤さんが巨人に移籍したのをきっかけに杉田さんは一時巨人ファンになったってことを聞いたことあるんですけども、ああなんか言ってた記憶ありますね。そうですね、なんかそんな変なトラブルがあったんですかね。トラブルというかその時の球団社長が 高槻さんやったかな、がまあね、選手ファースト、まあ、こう飲み屋の姉ちゃんを後ろに入れてきたりとかなんか、はいはいはい、要は怪我したん違うか、それは国母かとかもう、違ったかな、なんかお前が入ってる日はだいたいいつも火曜日に投げてたんですけど、確か工藤ですか、はい、はい、客の入りが悪いとかあ言われたかどうかでやめたんじゃなかったかな、まあ、その人が原因で国母も確かトレードになったんで、結構ちょっとやり手のビジネスマンではあるんでしょうけど、ワンマンで要は俺様体質的な人だったんじゃないかな、その人が原因だったんじゃないかな確か。あ、そうですか、うん、はい、なるほど。まあそんな中で最優秀バッテリー賞を取った工藤選手、工藤公康さんが巨人に移籍してしまいますと、で2000年に入ります。先ほども言っていただきましたミレニアム日本シリーズ、はい、ね、巨人対、ホークスでやりましたね、王監督や長嶋監督でした。はい、城島健司さんにしてみたらですね、右手骨折などがありまして出場試合が84試合とどまりましたが、日本シリーズではシリーズ記録の4本塁打日本一、を逃がしてしまいますがシリーズ記録を達成しておりますと、高橋になってますね。翌2001年は対オリックス戦で1イニング2本塁打6回にも1本ホームランが出まして 1試合3本塁打というバカ当たりをした試合もありましたが、この年の打率は2割5分8厘ホームランが30本乗ります。31本、31本打ってもリーグの9位だったんですね。この辺りは飛ぶボールだったんですか ね、 やっぱね、どうだったかな、でもようホームラン打ってましたね、その大変はね。近鉄だって優勝した年でしょ、違いましたっけ、ね、はい、だからじゃなかったかなと思います、はい、ノリと、ローズで50本50本とかですよね確か。そうですよね、そんなんだったというようになりますよ。で、そう2001年ね、国母44本塁打松中36本6本塁打井口30本塁打と30本塁打4人、それが全員、日本人というのは NPB 初であるというような、めっちゃ打つホークス打線でしたと、はい、ね、言った形になってます。2002年になりますと打球を鎖骨に受けて骨折します。打撃の成績は2割9分3厘とホームラン25本、やっぱり打ちますよね。キャッチャー大変タフなポジションです。ファールチップやなんやっていうのもガンガン当たってきますもんね。鎖骨なんか簡単に折れちゃいますよね、そうですね、2003年に入りますと子供たちに夢を与えるスーパーキャッチャーになりたいと公言いたしまして、打率が3割3分打ちます。ホームランも34本、打点が119といった風にバカ当たりします。この年松中井口バルデスともに100打点以上が4人、これ NPB 外だと。多分僕が人生で一番すごい、他球団も含めてこれ以上の打線は多分もう見ることがないんじゃないかっていう打線ですね。
ねえ、そうですよね。おそらく、うん。大迫力。うん、村松、はい、村松バルデス、え、間違ったかな。村松、川崎、井口、松中、城島、バルデス、ズレータ、柴原、で、なぜか、誰だったかな、鳥越。まあ、これは打たないんですけど。ほぼ3割。だから、チーム打率も2割9分8人とか7人とかじゃなくて、うわー、そうでしたよね。めっちゃ打ちます。めっちゃ打ちました。2003年ね、3年ぶりのリーグ優勝を果たします。はい、城島さんはパリーグ MVP 獲得、うん、キャッチャーでの MVP は野村克也さん以来30年ぶり2度目のという形になっています。日本シリーズは阪神戦、このシーズン左ピッチャーからホームランを打たなかった城島選手ですけども、阪神の主力、うん、井川、ムーアなどを想定して非常に練習しまして、うん、左腕河原もホームランを打つことができましたと、うんうん、シリーズ4本塁打と、うん、いった形でね、左も克服したといった形になりますね、うんうん、で、シリーズ終了後、今度はアテネオリンピックの予選に出場と大変多忙を極めた城島選手でした。はい、うん、はい、2004年、6月1日に1000本安打達成、出場試合939試合で、1000本安打達成したのはイニシエの阪神土井垣さんと並び最速だというふうになってます。うん、1944年ぐらいに活躍した選手なんてさっぱり分かりませんけどね、うん、44年か77年か、あ、違う、まあとにかく古い選手ですよ、うん、はい、で夏のアテネオリンピックに参加しまして4番キャッチャーとして、徐々に活躍しまして銅メダル獲得に貢献いたしました。うん、うん、8月27日アテネから帰国後タクシーで西武ドームに駆けつけて代打出場もしたんですって。うーん、うん、レフトフライだったそうですよ。このシーズンは NPB 歴代捕手最高の打率3割3分8厘を放ちました。うん、リーグ1位になりますとプレーオフで、西武に敗れるといったような形になってますね。2005年、200号達成、7月中旬は右肩痛で、あとは9月2日に自打球ですね、骨折しまして怪我に見舞われてしまいます。うん、このオフ、アラン・ニーロさんを代理人に立てて FA を行使しましてメジャーに移籍した城島さんでございましたと、うん、はい、ちょっとミュートにさせてもらっていいですか。すぐ戻りますから。はいはい、ちょっとごめんなさいね。はい。あ、いや、ごめんなさい、失礼しました。はいはい、ちょっと咳払いさせてもらいました。はいはい、はい、2005年の11月22日にマリナーズと契約をすることになります。うん、で2006年からメジャーリーガー城島健二誕生といった形になります。うん、開幕戦から7番捕手で先発出場するようになりましてね、うん、日本人捕手として初の MLB 選手となりました。城島さん以降もないですよね、キャッチャーで日本人でね、ないですね。うん、ね、うん、はい、この試合エンゼルスのコロン選手から第2打席目に初安打が初本塁打という結果残します。うん、コロン選手、僕メジャーリーグであんま詳しく知らないんですけど、コロン選手って名投手だって聞いたことなんですけども、ジャコさんいかがですか、メジャー見られます？いやー、あんま見ない。でもなんとなく、うん、その時よう名前出てた名前ですね。名前よく出てましたよね。うん、なんかメジャーを代表する選手だなっていうふうなふうには思ってたんですよね。うん、でこのシリーズ、あ、シーズン、このシーズンはマリナーズ捕手最多となる18本塁打、これ歴史上ってことですよね。で打率は2割9分1厘、打点が76、OPS が774と、よう打ったと言えるんじゃないですかね。うんうん、そうですね。ね。2割9分1人、キャッチャー2割9分1人、メジャーでということですよ。うん、翌2007年も2割8分7人、14本、61打点、打ってます。守備率が998、盗塁阻止率が465と、両リーグトップと。うんうん、保守防御率が 5.08、これはリーグワーストという形になっているといったふうなんです。で、2008年、3年契約で、日本円にしますと約2億6、26億円という高額で契約延長いたしました。うん、しかしね、打撃の不振とレギュラー、
打撃の不振等々もありましてレギュラー捕手剥奪されてしまいます、うん、ア・リーグの逆 MVP に選出されたこともあります、うんうん、ESPN というのが主催しているのかな、これはエンタメのメディアネットワークだというふうに書いてあったんですけども、うん、有名なんですかね、僕も初めて見たんですけどもね。 ESPN ですか。ええ、スポーツの報道とか放送とかやってる、うん、まあまあ、 あの有名どころですよ。あ、そうなんですか、はい、ああなるほどなるほど、あのなんだっけな、あの映画でも逆アカデミー賞みたいなやつもありますもんね、アメリカとかね。そうですね、そんな印象でしょうかね、うん、逆 MVP って書いてあったけど多分そんなもんなんでしょうね、うん、そうですね、まあもうダメな選手っていう、まあそんなあの 生優しい感じじゃないんでしょうね、本当にダメだっていう。なるほどね、ああの、まあ、バッシングの一種類みたいなもんですかね。そうですね、うん、2009年、WBC ジョージボさん出場します、3割3分3厘ホームラン1本打点が4、1盗塁4得点と優勝に貢献いたします、リーグ戦は正捕手スタートも4月に肉離れ DL 入り、5月には左足の親指骨折2度目の DL 入り、その間若手のキャッチの台頭もあり出場機会が激減しまして、オフには残りの契約期間を破棄しまして NPB の復帰を図りますと、うん、前年26億円とも高額の延長をしましたけれども、うん、やっぱで、日本に戻るということになりました、うん、阪神ソフトバンクが獲得に乗り出しますが、先に言うと阪神への入団を城島さんは決意することになります、うん、ホークス、当時ホークスファンだったジャンコさんはなんで阪神に行くんだって思われませんでした？思いましたけどね、あのね、うん、田上がね、自己最高記録の26本塁打かなんか打ったんですよ、キャッチャーの、はいはい、元中日の1位か2位かの、はい、だから今後田上で行くっていう空気もできた、やっとできたんですよ、城島がキャッチャーいなくなってからずっと正捕手で悩んでて、うん、やっと田上が結果出したから、うん、まあ、僕らからすると悪いタイミングでいい成績出したなっていう。そうなんだ、はい、だからまあね、取るかどうかって声かけるかどうかっていうのは悩ん、まあ、もともとその気がなかったのかどうか分かんないですけれども、うん、まあ、一番声、さっき最初に声をかけたっていうところを重視するんであれば、その指導が遅れる原因となったのは田上ですよ、多分。なるほどね、あ、うん、まあそうか、まあ阪神に、入団といった形になります。2009年11月です。年俸4億円プラス出来高で契約合意といった形になりました。2010年3月26日、まあ、阪神においてですね、決勝タイムリーを話しましたヒーローインタビュー、長崎県佐世保市から来ました城島ですと挨拶をされたそうでございます、うん、このシーズンヤクルトの古田選手が1997年に記録しておりました、シーズン164安打を抜くセリーグ捕手最多安打を、城島選手更新いたします。165安打ですね、これにより城島はセパともに両リーグの捕手の最多安打記録保持者といった形になります。セもパもキャッチャーの最多安打記録保持者は城島さんだという形になりますね、うん、またこの年、ゴールデングラブ賞も獲得、これも両リーグで初といった形になります。でこのシーズンの終盤にですね、左膝の半月板を負傷しまして11月手術を受けることになりました、うん、うん、この左膝の怪我ですね、全治6ヶ月と診断されますが、結構早い、段階で一軍に復帰しますも膝の可動域が狭くなり他の箇所にも異変が出てきまして打撃守備ともに不振に陥ります。これは2011年の話です。うん、はい、2011年の8月16日に左膝のクリーニング手術で、シーズン出場絶望になってしまいます。で2012年内野手として出場も座骨神経椎や左膝の裏肉離れ等々もありまして、2012年9月二軍戦の復帰を果たしますも捕手に戻るのが絶望的だということで、キャッチャーのまま現役を全うしたいと考えた城島さんは引退を決意と、契約期間1年間を残しましてこれを破棄しまして、10月18日に任意引退といった形になりますと、うん、いった形で、引退後は釣り
釣り関係の仕事をメインにしていらっしゃってて、2019年から会長付きの特別アドバイザーに就任されたと、うん、言ってまだそのアドバイザーやってますよね、2022年。まあもうバリバリやってますよ。やってますよね。会長付きってことは王さんってことですよね、会長っていうのは。まあ、その役職については実はあんま趣味がなくて、王さんがもう、もうフラフラしてんだから、とりあえず球団に呼べと、ずっと言ってたんだけども、いよいよ断れなくなって、じゃあお願いしますってなった時に、じゃあもうどういう役職にしようかっていうので会長付けっていう、なったっていうだけです。もう本当に。無理くり作り上げた、そんな。そう。とりあえずあの野球界に戻せと。うん。いう。なるほどね。だけです。なるほどね。うん、番組の前半にもちょっと話しましたが、藤本さんがお膳立てしたものを小久保さんに渡すんじゃないかみたいな話も僕にちょっと振ってみたんですけども、これが城島さんになる可能性ともあったりするんですか？ないしね、そんなの僕見たくないんですよ。うん、そうですか。実は、彼は、最終的には会長職みたいな感じになってくれんかなみたいな。いわゆるこう、フロント側ってことですか？フロントのもうトップというか、うん、っていう感じで、現場はいいんじゃねえかなっていうイメージですけどね。現場は小久保、フロントは、城島。これでやっていくのが一番。僕ら方からしたら思い入れがあるし、楽しめるんじゃないかなっていう。なるほど、はい。番組の序盤にもジャコさん言ってくださいました、国語と城島が長男で、それから、井口松中が次男みたいなもんだって話します。そうですね、承知しましたね。その長男2人がですよ、現場とそれから裏方のトップに立つっていうのは、当時を知るファンの方々はあれですね、結構燃えるところありますよね。そうで、まあ、城島の話も含めソフトバンクの話なんですけども、今ソフトバンクはどういうことを考えてやってるかっていうと、その番組でも言ってたんですけど、まあ、日本のプロ野球っていうのは、あの育成のノウハウが球団側に溜まっていないっていう、要は、コーチがどう育てた、でそのコーチが球団に何かを残すかっていうと残さない、それをじゃあ残していこうっていうのが今ホークスで考えてることらしいんですよ、どうも。なるほど、はい。でそれで現場と、まあ、あのフロント的な城島っていうところもこう意思疎通がしっかりできるっていうところでうまくやっていこうんじゃないかっていう、っていう流れが今やっとできた。そうだから、そのフロント側にどういう現場の人間を立たせるかってなった時に、ある程度説得力もあり、弁も立ち、ってなると、やっぱそこは城島っていうのはやっぱすごい適任じゃないかなっていうのは。ああ、なるほど、これがうまくいけば、例えば去年のドラフト2位の笹川っていう高校生がいるんですけども、もう柳田2世って言われてるわけですよ。はい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 。で、柳田が入団した時にどこの部分がどういう能力があって、どういう練習をさせてっていう今ノウハウがあるわけなので、それを笹川にやれば、第2の柳田が作れると、っていう形で今こうやってる、そうすわけで、そこら辺をぶらさないためにも今の体制っていうのはすごいこう興味深いわけですね。そうですね、その目先の監督とかがどうのこうのとかじゃなくて、もうちょっとこう目線を広げた形の今球団強化っていうかですね。なるほど、それをやってるっていう。なるほどな、だからこう、もう本当にこう長いスパンであのチームを育て上げていくというような。でその中 の、ね、その芯の部分は王さんなんですよ。あの2人の考えは 100% 王さんっていうのはその番組でお二人は言ってたので、だからどうホークス、まあ、ホークスってまあ、ね、89年、8年から福岡に来てますけど、やっぱ今の流れからしたら95年に王さんが来てからが本当のソフトバンク、まあ、ホークスなわけですね。そうですね、でこれからも多分王さんのホークスなわけですよ、まあ、極端に王さんが亡くなったとしても、だそれをどう球団に つなげていくっていう、あの更新つなげていくかっていう柱が多分小久保と城島なわけです。はい、そう、
っていう目線で僕は今 見てます。あ、楽しみですね、そういった意味ではね。そうですね、だから楽しみ、うん、でまあね、あの冒頭あったその国防が、まあ、今年 4位かなんですけど、ああ国防らしいなと思うのが、はい、国防その優勝2003年かな、はい、あのすごい強かった時もオープン戦で怪我してるわけですね、はいはいはい、彼は、うん、で巨人に行って福岡に戻った時も確か優勝するって言ってて3位だったわけですよ。そうでしたっけね。そう、はい、で引退試合は西勇輝に、ノーヒットノーランを食らうっていうですね、あのそうでしたね、順風満帆にいかないところが、あ、うん、あ国防ってそう本当はね帰ってきて優勝して翌年から監督っていうのが綺麗ではあるんですけど、うん、あこういうそうポンと立ち上がらないところが非常に小心らしいなっていうところ、僕はなんかこれですね。そう、非常にこう懐かしい感じがして、うん、意外に楽しいんですけどね。なるほどね。わ、うん、かりました。はい、ありがとうございました。そんな形でですよ。今日は城島健司についてね、ジャンコさんに、語っていただいたというような回になりました。うん、最後に。告知をと思うんですけども、特にどうですか？ありませんか？全くないです。全くないですか？はい。はい、わかりました。僕、一個番宣させてもらっていいですかね？どうぞどうぞ。はい。先週ぐらいからですね、ハッシュタグ企画というのを立ち上げまして、うん、はい。去年の10月に続きまして2度目のハッシュタグ企画やってます。これが2009-02といった企画でございまして、はい、今回のお題、理想の4番バッター像とモデルプレイヤーを語ってくださいというお願いをしてございまして、うん、配信者の方、ラジオトーカーでも結構ですし、それからスタンド FM のポッドキャストの方でも結構です。30秒以上3分以内で、この理想の4番バッター像とモデルプレイヤー語っていただければというふうに思います。商品賞金一切ございません。皆様の善意のみが頼りでございます。締め切りは来週1月23日日曜日の23時59分といった形で、現在20名近くご参加いただいてございます。はい、ぜひとも野球を通じて、こんな活動を盛り上げていきたいなと思っておりますので、一つよろしくお願いしたいというふうに思いますし、聞き戦の方はぜひツイッターで、このハッシュタグ2009-04とつけてね、理想の4番バッターとモデルプレイヤーを語っていただけたというふうに思っておりますと、いった形でこんな番宣させてもらいました。はいはいはい、といったところで本日はですね、ジャンコさんをお招きいたしまして、レジェンド語りの第6弾城島健司語りでございました。お相手はジャンコさんでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。